美濃駅は、岐阜県美濃市、広岡町にあった名鉄美濃朝鮮の駅である。美濃朝鮮、新関駅当駅間の部分廃止により、1999年4月1日に廃駅となった。比較的早期に廃止が決定されたためか、駅名には最後まで深夜色語が入らなかった。同線の廃止後、2005年4月1日の美濃朝鮮全廃までは、 新位関駅関駅間に長良川、鉄道小火南線への連絡を図るための路線が設けられ、関駅三野市駅間においては、腰南線を大体交通機関とさせていた。長良川の中流域に位置する上内町は河川周運の要衝であり、岐阜市街地と当地を結ぶ鉄道は1894年頃より計画されていた。実際に鉄道路線が開通したのは、 明治末期の1911年で、美濃電気軌道の手により付設された。この路線こそが、美濃町線の前身であり、その終着駅として、上内町に開業したのが当駅である。開業時は、上内駅と称したが、開業後間もなく上内町が美濃町に改称したため、これに呼応して、美濃町駅と改称している。また、駅は、現在の美濃市。 広岡町交差点付近に置かれていたが、これも開業後すぐに路線が町の中心へと 0.3km 伸ばされたため、それに合わせて移転をしている。その後1923年には当地に国鉄小指南線が進出。同前に美濃町駅が開業すると、当駅は国鉄との連絡を機として、さらに移転、駅名も新美濃町駅に改めた。駅名が 美濃駅になるのは1954年のことで、同年に美濃町が合併し、美濃市が誕生したことを受けての解消であった。1970年には、岐阜市内で高見線が開通、当駅からも、同線を経由して新岐阜駅まで、直通列車が運転されるようになったが、定時運行に難があったため乗客が、バスや自動車利用に移行してしまう。 押し寄せるモータリゼーションの波には逆らえず、路線の末端で換算区間であった美濃町線の新関駅から東駅までの区間は他の区間に先立ち1999年に廃止され、東駅も廃駅となった。展示車両全系統端式ホームに面2線を持ち、新関方左手に電流線が3本あった。ホームにはも510系512号及びも600。 K601 号、もう 590K593 号、もう 870K876 号が生態保存されている。かつては、ホーム外側に貨物用の線路が敷かれ、二面四線の構造であった。旧駅舎は、旧規格乗り物屋という鉄道、バスグッズ店が中心に管理する記念館となり、鉄道関連グッズや書籍が販売されていたが、 2013年2月末日をもって撤退した。2016年3月現在、この駅の管理は地方自治体や保存会に任されている。2019年5月には、旧駅舎前に美濃市出身の歌手、野口五郎が歌った、私鉄沿線の歌碑が建てられた。新美濃町駅に関するカテゴリありがとうございます。